クラブハウスで選手に出す食事から白米を除外する令和の米騒動で選手たちを大いに困惑させた中日ドラゴンズあまりの理不尽さ時代錯誤な仕打ちに若手を中心に他球団へのトレード移籍を志願している選手が出始めたようですと球団関係者が漏らした 立浪和義監督54が白米の提供禁止を指示していたことが判明して約2週間が経過したが依然として現場は混乱したままだダブルコート米騒動報道に切れたファンから辛辣な意見が次々とネット上に書き込まれるなど拡散されまくっていますからね他球団の選手の間でも「中日やばいじゃん立浪さん怖っ」と話題です 中日 OB からは、ミスタードラゴンズ、立浪はアンタッチャブルな案件だったが、今回こうして叩かれたことで、選手も少しは報われるかな、という本音が聞こえてきています、スポーツ紙野球担当デスク。だが、今なお、白米の提供は一部を除き禁じられたままだという。 一部の選手は球団幹部などに白米の提供を再開するよう是正を求めたそうですが、立浪さんは球団が3個の例で迎えた切り札だけに、大島宇一郎オーナー59でさえ注意できないんだそうです、どう前。そんな中、冒頭で紹介したように遺跡志願者が現れ始めたというのである。 立浪政権になってからトレードや戦力外出た球団に移籍した、辞めたつ、選手たちに個別に連絡を取り、各チームの手薄なポジションや、自分型球団にどんな評価をされているかリサーチを始めた選手もいるようです、球団関係者、この球団関係者は、移籍を望む背景には待遇面への不満もあるようだ、とも言うのであった。 白米の剣が引き金になってるけどケータリングではそもそもおかずが少ないんだそうです試合で活躍してヒーローインタビューを受けても「金一封はないんだとか他球団なら数万円人気球団の阪神巨人の選手になると10万円近くの報奨金や監督賞が出るはずですからね」「楽天の選手なら楽天ポイントを10万ポイントもらえるんでしょ」 そそっちの方が家族もも喜ぶな、なと物欲しししうな表情をたた選手もいましたよ。胃袋や懐がひもじくともミスタードラゴンズが激励してくれるなら頑張れるんだろうけどね一部では監督の名前に引っ掛けて「脱浪の乱」と言われているという私がまとめたネチズンのコメントは次のとおりです 中日にいなかったら10勝できていた投手がいる涌井も柳も小笠原も中日にいる限り援護はないし負けてしまう負けが込むと容赦なく原稿査定が待っているそう考えるとどんどん中日から出ていった方がいいよ向こう数年は B クラスは確実だろうし30近いなら年々体力は落ちていく中日を出る喜びを味わって成績を残してほしい ドラファンじゃないから客観的な部分しか分かりませんが大野はいないけどなんでこの投手陣をもってしてこんなに負けるわけって思うんです先発は和久井柳小笠原中継ぎにも何試合も無失点する投手クローザーの防御率0点台笹岡大成時代のカープみたいだと思うんですカーープはトレードと化せず。 昨年と変わり映えしない選手で今年は2位につけてますから要は指揮官が変わればってドラファンは期待しますよねこの記事の真偽はわからないけどこの手の記事が週刊誌に載ること自体がチームとして終わっているチームとして統制が取れていなくて崩壊しているのではただこの手の面白い記事が出るのは立浪監督のキャラだとも思う 個人的には落合退任以降ドラゴンズに対する関心がかなり薄れていたのだが立浪政権の2年でかなりドラゴンズ熱が再燃している良くも悪くもというか8割悪い方の話題で投手陣を中心に頑張っている選手が本当にかわいそうだが立浪ドラゴンズは面白い打つ方は何とかしますと言って打てる中堅野手を放出 その代わりはベテラン投手、打線の穴埋めは助っ人頼み、開幕当初で不安要素の塊だったが、見事なまでにその不安が的中してるのが今の中日、名将とされる監督なら結果で示し、素人とは違うなって思わせるが、ここまで素人であるファンの予想を裏切らない監督も珍しい。